これが食べ放題だよ、やばくない？やばタイムオーバーやってきました、着きやしたね。駅的にはじゃん、私初めて見たんだけど、神イグサ今日は何ですかい？今日はお焼肉食べ放題、よいしょ、行ってみたいと思います。行っちゃおう行っちゃおう、もう見えてるからね。はい、じゃじゃーん、到着しました。来たね。これがさっきリオちゃんが言ってたの業務用スーパー初の食べ放題。そう、じゃん、プレミアムカルビさんでございます。まだ業務用スーパーとはまたかけ離れた感じのね。ね、名前からしてね、ね、もう意味が分かりません。もう全く迷宮、ま、迷宮入りです。迷宮入り一旦隣の吉野家行っちゃうかもしれないもう分かってるの？分かってないの、実は。何も分かってないでしょ。何も分かってない。もう俺もあなたも初めて本当に安いんですかと、おうおうおう、大丈夫ですかと、おう、もはや軽症だもう何言ってんだか分かんなくなっちゃったこれして受付していくと。そう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 、やばい、もう楽しい、もう楽しい、もう楽しいよ。やば、見てアイスクリームってことはだよ、うん、アイスクリームも食べ放題ってことでしょ。これ中入ってるでしょ。はい、ということで店内に入りましてね。で、うちの一番のおすすめがですね、ちょっと入り口でもしかしたら見られたかもしれないんですけれども、はい、プレミアムデザート&ジェラートビュッフェっていうものがございます、はい、これあのデザート、季節のデザート10種類と季節のジェラート18種類、店内で全部手作りしておりまして、はい、パティシエがレシピをかけて作ってるんですけれども、はい、これも食べ放題100分間の中で好きなだけお召し上がりいただくことができます。はい、今は春の限定のデザート、ジェラートご用意しておりますので、季節によって種類も変わってきますので、ぜひこの機会でお召し上がりください。はい、はい、で、この飲み物が手料金になっております。単品と飲み放題に分かれておりまして、飲み放題はグループの皆様全員参加でお願いしておりますので、よろしくお願いします。はい、はい、アルコール飲み放題とソフトドリンクの飲み放題組み合わせることはできるんですが、どちらかにグループの皆様全員参加でお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、韓国フェアっていう料理なんですけれども、はい、3月から始まった期間限定のメニューですね、はい、これはプレミア真ん中のプレミアムコースか一番上のスペシャルコースでご注文いただけるので、はい、これも今しか食べれないので、よろしければぜひご利用ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、これ3つのコースめっちゃ迷う、ね、でも私もう決まった。え、マジ、うん、あ、じゃあせーのよ、せーの、せーのスペシャル、プレミアム。え、初めて来たから、じゃあ2回目だよ、そのスペシャルに手を伸ばすのは。そう、うん、初めてだから、まず牛タン食べるんだよ。いやいやいや、そうだけどね、うん、いやまあ確かにな、もう揺らいでるじゃんでも初めてだからやっぱ一番人気コース食べたり。はい、ということでですね、注文はタッチパネルからということで早速見ていきたいと思います。名物のね、肉頼まないとね。名物先行っちゃっていい？行っちゃおう行っちゃおう。うわー、この辺のさ、卵つけてさ、すき焼き系もあるんだ。こういうちょっとね、一味ひねったのは後で頼むとして後半行っちゃおう。後半、うん、うん、ね、ハラミ塩だれで行っていいかな。うわ、タレでしょ、醤油だれか、うん、トントロ大好きなのよ。トントロいっちゃおうか。いっちゃ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 、トントロいっちゃおう。一旦お肉はですね、1,2,3,4,5 品頼みました。あとナムル10種。いいね、ありがとう。よし、これでお肉を待ちたいと思います。締めはこんな感じか。あ、でご飯もある。ではでは、はい、おつビールキンキンじゃない？キンキン。うわー、美味しそう。ちょっと今ね、お肉私ポチポチ頼んだから待っていこうっていう感じなんだけど、うん、後でさ、このフェアもさ食べたい。行きたいね。楽しみ、もうペコペコ。オーダーに関しても全部信頼してるからこっちは。わあ、うん。何言ったの？忘れた。何やった？何こいつ、ね、うわー。おー、じゃーん、来ました。見て、結構頼んじゃった。結構マジででかいよ。まずこの一番気になる手前のでっけえの気になるのよ。これはね、うん、名物のカルビステーキですね。カルビステーキ。で、その奥が多分ね、リブロースシン。これもごっついね。やばくない？で、この奥が普通のタンで、塩タンで、ネギ、ネギ付きにした、ネギ付き、キノコ、キノコ、うん、こちらで、あとはトントロに大好物よ、上ハラミですね。見て、ナムル、かわいいね。かわいいね、これ。全部一口ずつ、彩りがいいね。最高。いっちゃいっちゃ、もう豪快にいっちゃう、いっちゃう、りあちゃん。よいしょー、
やばくない？いただきます。うまっ。うまい。枝豆。これは人気になるわ。もう十分だこれ。ナムル、エールルビューでも全然いけるこれ、うん、間違いない、うん、肉にたどり着かない。これ何何何何、これキノコのナムルも頼んだ。あ、キノコのね、これは単品であるんだね。単品である。いただきます。味付けどんなんだろう。うん、ごま油だね、うん、何にも出てこなかったから待ってたでしょ。はやっ、ちょい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 、うーわー最高。じゃあちょっともう隣にさ、もうリブロース一緒に行っちゃうわ。行っちゃいましょう。行っちゃう。来た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 。もう行っちゃうか。これいけんじゃない？全然行ける全然行ける。もういける。食べ頃カルビステーキ。カルビ。うま。マジ？あ、うま。え、待って、肉厚なのに普通にうまいよ。うん。待って、カルビめっちゃ美味しいんだけど。これが食べ放題だよ、うん、やばくない？もううちら1枚目で大はしゃぎ。めっちゃこのリブロース柔らかいんだけど、うん、うわー、うん、塩いくわ。いただきます。うん、これでも女の人好きかもでしょ。脂身少なくて一気にバーベキュー、うん、もうここがバーベキュー会場、うん、来ました。白米。そう、大盛りにしたよ。最高。白米来て食べに、まずね、ジャブジャブに絡めるの。それをね、ただ白米の上に敷き詰めるっていう。うまっ。幸せや。次のお肉焼いてっていいですか？いっちゃおうぜ。そうそうそう、それを巻くらしいです。これすぐだすぐだ、これすぐだ。あー、もうこれ、あー、いいね、これなんよ、最高。うまっ。うまい。ネギ塩だれめっちゃうまい。うわ、これただのネギ塩だれじゃない、うん、なんで右手ロックしてる。うまいよね、うん、なんやな、うん、ですサーモンピンク、サーピン。なんかやだ。トントロタレ派じゃないの？トントロ塩でいくの？はよつー。甘めだね。甘い。いきます。いっちゃってください。よいしょ、よいしょ。イベリコステーキ、イベリコステーキ。本日の食べ頃ロース、ロースいっちゃおう。ちょっと持ち方が、よいしょ。でこの、うん、このロースは、うん、これ一緒にバターで一緒に焼いてでディップするらしい。なんてことをしてくれてるの。ディープロースもいけてるよ、いい感じに。アメリカのステーキ屋のステーキ、確かに、ね、うん、わー最高。続いてはディップでございます。ロースですね。おう、わー、え、うまそう。絶対うまい。いただきます。これ何なんだろう、ただのバターなのかな、どうなんだろう。ニンニクバター、うん、うん、何、ニンニクバター、うわー、バチャうまニンニクバターだれ、えぐいね。このタレえぐい。そっちはイベリコ豚だ。ありがとう。イベリコ豚、これイベリコ塩でいっちゃおうかな。うわ、出ました、イベリコ豚の、うん、やわかっ、うん、おいしい。マジでこれ食べ頃。名前がさ、本日の食べ頃イベリコステーキなの。まさにちょうどいいやつだね。ちょうどいいやつだよ。多分順番待ちしてんだよこの店で、全部イベリコたちが食べ頃。そうそう、まだ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 、まだまだ、時間見てこっち行った。まだまだ。
ゴー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 行きましょう。もう来ちゃってんのよ。ねね、おいしそう。これあれでしょ、すき焼き系のやつだ。すき焼きなのよ。最高。いったー。よいしょ。行って、絡めて、絡めて、すぐに行って絡めて、行って、あー絶対うまいよそれ。うまい、うまい、うまい。それ、そうそうそう、ニコイチ。それも、スイカの肉たちが到着しました。うわー、これが何だっけ、ジョーハラミ。あ、ジョーハラミだ。ジョーハラミ、じゃあよいしょ。最高。よいしょ。うわ、これジョーカルビ。カルビ、うわー、もうジョー攻めだ。ジョー攻め。よいしょ。よいしょ。これこれ。うわー。これすき焼きカルビ。うまそう。これ多分一瞬だわ。うん。よいしょ。よいしょ。ハラミ。ハラミどうぞ。それタレついてんだけど。うん、さっきのあのバター、うん、ちゃんとあの届いてあるから、これでやってもいいかな。もうなんてできる子なの。やってもいいかな、うん、俺はやっちゃう。やっちゃう、ちょっとつける。これ合うよ、ジョハラ。うまっ、やらかっ。もうタレついてるでしょ、味出てる。ねえジョーカルビ、俺ちょっとニンニクバターでいくわ。うまそう。うまい、これはうまいよ。今日マジでハイタッチが鳴りやまない。もう店内にずっとパン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 。やばい、私個人的に柔らかさマジやばくない。俺もう今3つ食べた中でランキングつけるならジョハラミだよね。めっちゃうまい、めっちゃうまい、めっちゃうまい。ジョハラミうまい。安いよね。安い安い安い。朗報です。何、あの、さっきお手洗い行ったのね。そしたら喫煙ルームがあった。マジで、すぐ吸ってくるわ。もう最悪。今腹何分目？2分。絶対嘘だって。あとさ、なんかコメント欄でさ、うん、あの、りょうちゃん座高がっていうさ、なんでりょうちゃんの方が高いのってめっちゃあったよね。あ、しょうがない、あの、鬼の猫背だからね。俺175あんのに、うん、で、身長いくつ？155でしょ、20センチ差なのに、うん、いや、目線は俺の方が低い。おかしいよ、普通に考えて。来た来た来ました。ちょっとね、韓国フェアを頼んでみました。こんな感じです。なんでインカメなのよ。こんな感じでーじゃない。びっくりしたよ、自分が思いのほか下からのアングルがおっさんすぎて。じゃじゃーん、これがね、チャプチェでございますね。うまそう。うんうんうん、うまい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 、うまっ。ああ、子供もみんな好きそうな味だよね。じゃあこれさ、めっちゃメニューがあってさ、めっちゃ楽しいわ。見てるだけでずっと過ごせそう。ご飯とか麺系もさ、うん、めっちゃあるじゃん。めっちゃある。ご飯麺系見せたい。メニューご飯麺系がもうすごい。メニューはそうやって見てる人珍しいよ。ねえねえ頼んだよ。いいよいいよ、食えるから。これは食えんの、これ絶対うまいって。一回食べてからでいいって。いやいや、これ頼む、食えるから。増える、俺食える。何が増えるの。胃袋は増えてるから。2個、2個、3個、4個ってもう増えてってるから。食えんの。じゃーん、ということで来ました。来た。まずチーズボール、これ韓国フェア。フェアね。うん。で、これが冷麺でしょ。冷麺。チーズボールマジで楽しみにしてた。マジで、じゃあチーズボール食べなよ、うん、ビヨーンってやりたいし、ーチーズボールを普段行く居酒屋に置いてないから、自分喋ってやる、食べなよ。うん、うん、垂れてる横から、横から。見せた横から垂れてるんだよ。うまそう、うまそうだね、これいい、食べて。あけ、出てきた部分熱い。あ、うまいね。うん、うん、冷麺いかせてもらうよ。ずっと麺だよな。あ、麺うまい、うまい、麺うまい。麺うまいよね。
うんうん、ね、うまっ。そうだ、あ、もう頼めないってことですか。大丈夫ですね。あ、デザートとジェラートはいける。わかりはいただけます。わかりました。ありがとうございます。ゆっくりどうぞ。はい、タイムオーバーだからさっき頼ませてくれればよ。なんでやっちゃう。いい大人がさ、石焼きチーズリゾット頼めなかっただけでそんな顔しないで。いい大人がさ。デザートで挽回。行こう。行こう。めっちゃ楽しみ。行こう。酒も頼めないってこと？頼めない。ねえ。はい、行きました。食べ放題ゾーン。来たよ。これがもうさ、入ってきて一番最初に目に浮かんだじゃん。うん、目に浮かんだ。これが一番最初に。え、こっち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 。やばい。ジェラートよ、ジェラート。美味しそう。アイスではなくジェラートか。うわ、待って。何何。うわ、この辺のチョコ系うちらめっちゃ好きやん。好きだね。最高じゃない？これも気になるよ、クッキー。え、わかる。何あれ塗ってんの上に。ショコラオランジュだって。なんだこれ。まるまるしてんのが。チョコチップじゃない？チョコチップ。チョコチップだよこれ。ね。これ取るんだ自分で。なるほどね。このお皿からセルフで行くと、うん、じゃーん、スイーツ取ってきた。いただきます。いっちゃー。明らかうまそうだもんな。うまっ。うーん、あ、こっちうまそうだな。めっちゃ濃い。濃いよね。うまっ。これ食べ放題のレベルじゃないよね。レベルじゃないこれ、ね、これはチョコバナナ。チョコバナナ。でもほんと、ほんとにチョコバナナって感じ。おいしい。デザートもパティシエが監修してるんだってよ、うん、でここら辺のさ、チーズケーキとか超うまそうだな。うまい。うまい。パンナコッタ。いや、スイーツうまいな。おうん、あー、おいしいおいしい。うん、チョコも好き。あ、うまい。うまい。うまいうまいうまい。あ、美味しい。フィナンシェ好きなのよ。あ、ほん、食べてる。フィナンシェ。フィナンシェあるのないよね、あんま。珍しい。あ、うまっ。うまっ。俺ちょっともうワンタンいっちゃおうかな、アイス。もうワンタン。さっきめっちゃ悩んだじゃん。うん。実はもう一個気になったな、あんた。なに？あっち行ってからじゃん、そんな。なんでここで言わなきゃいけないの。あっちで言うって。アールグレイもあったんだ。そうなの。てか、俺ここら辺が気になってたのよ、この柑橘系とか、あとカシスヨーグルトとか。うわ、ここら辺気になってたのよ。なんかあんま見ないやつばっかり。そうで、最後締めでここら辺のフルーツ系いこうかなと思って。あ、さっぱりとね。そうそうそう。で、何した？ピスタチオと、うん、マンゴー。マンゴーは達也くんね。俺ね。マンゴーとピスタチオ。ありがとうございます。ありがとうございます。締めで、締め締めです。アイス追加。ピスタチオ、うん、いいね。マンゴー、濃いわ。やっぱり濃い。あ、うまっ。ね、ピスタチオめっちゃうまいね。色おいしいよね。うまいね。おいしい。果肉のマンゴー入ってんだけど。え、やばくね。マジ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 で。検証結果としてはどうでした？食べたね、感想、うん、めちゃめちゃお得だし、安いし、うまい。ただ、うん、俺に関しては制限かけられたんで次回は一人で行きます。じゃあ、あとはゆっくり食べたいと思います。ごちそうさまでした。